実際の標識や交通規則に従って運転してください。まもなく発見所です。その先、分岐を左方向です。走行時ですね。まもなく左方向仙台方面です。その先本線に合流します。はい、左仙台、右相馬。こっちは原町じゃないんですね。本線に合流します。よくよく考えたら山本は岩木水戸でしたね。こっちもそのうち岩木水戸になるんでしょうかね。この先本線に合流します。300km です。
渡りパーキングにですね、今回はちょっと通過します。東京から仙台までを雪国を通らずに行けるようになります。そのため1日あたり、まあ、5000台から1万台ぐらいの車が東北道からシフトされると予想されております。そのため早々に、暫定区間片側1車線の区間をね、片側2車線に拡張すべきであるというふうに、思っております。この混雑は初日だから祝福ご週に通行でしょうかね。この区間すでに開通してる区間なんで、2009年9月12日でしたっけね、ちょっと日付の覚えですけどに開業している区間で、すでにこの交通量です。ご覧の交通量ですね。およそ2キロ先、高速道路出口です。はい、前も後ろも数珠つなぎ、しかも対向車線も同様です。はい、まあ前方対向車線ちょっと間がありますが、まあ、信号待ちでしょう。